キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は火曜日ということで、1週間始まって2日目ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャラーンということです。今日いかがでしょうか。今日のこちらの方面は雨降ってきましたですね。はい、今日明日雨らしいですね。はい、いやー、なんか晴れるとかってね、なんか天気予報言ってたと思ったんですけど、実は身を見たらやっぱ雨だったみたいですね。はい、残念でしたっていう感じなんですけど、はい、どうなんですか。やっぱちょっとこう雨が降るとやっぱ涼しくなる感じですか。はい、ちょっと涼しい感じですね。はい、まあ、これぐらいがちょうどいいかなと。ただ最近まで30度超えっていうのがずーっとやってたからですね、いきなりトンとこういう感じで気温がスッとこうやっぱ下がってくると体がなんか変ですよね。あいたたたって出てきました。はい、腰らへんがあいたたたたって感じですか。はい、じじいは今からだん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 あの節々がこういててててててっていう風にね、笑っていきますんで。お前がじじいよったら、まあ、まあ、あと10年後になったらどげんするとなっていう感じでね、言われそうですけど。はい、もうどん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 もう日に日に落ちていってますよ。はい、しかしこの夏でやっぱこのお腹やっぱりへこまなかったですね。そりゃそうですよね。運動なんかなんか一切してませんもんね。はい、やっぱなんか習慣づけてやっぱなんかしないとダメなんすよ。はい、簡単になんかこのサプリを飲めば痩せますよとか言ってね、はい、このお茶を飲めばもう1週間で5キロ痩せるみたいなね。はい、50代の父が母が、これ飲んで、ベルトがスカスカーみたいな、なんかズボンがスカスカーみたいな、ね、ベルトがスカスカーだよね、ね、そんな感じの話を聞きますけど、なんか聞いた話によるとですね、あの なんとかっていう商品はそのなんですか、痩せますよって言って、うん、強制的にあのね、はい、台の方を出すっていうやつで、ただの下剤やんっていう感じなんですけどね。食べたらすぐ出る、食べたらすぐ出るって、そら吸収される前に全部出せば、そらね、太ることはなかろうっていう感じなんですけど、だから嘘はついてないですよね。はい、ただ体すっごい負担きてるから、まあでもそれを慣れてる人やったらどうなるね、体もめちゃくちゃなると思うんですけどね。でね、あの吸収せないか、栄養は吸収せんでも全部出さねえな。あ、だからデトックスとかってあれじゃないですか、なんか効くでしょ、体の毒素全部抜くって、あれも結構体に負担かけるんじゃないかなとかって思うんですけどね。なかなか人間ってあの長期的なことっていうのはやっぱちょっとこうなかなか続かないっていうかね、我慢しきれない。だからダイエットもじゃあ今からですね、はい、パキパキさん半年かけて、10キロ落としていきますよとかってね言ってても、その時は最初の1日2日はよし頑張るだとか言って、もうだん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 なんかその減り方、減ったとしてもまたリバウンドとか来たりしたらね、いやーどうなんとかってやっぱなってきて、だん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 飽きてね、いくんやと思いますよ。はい、そんな感じですけどですね。はい、それでは、もう来週になるんですかね。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのブレーキ。はい、パキポキさんのブレーキ続きですということなんですが、雨激しくなってきましたですね。久しぶりじゃないですかね、こんなバーッと降るのっていうのですね。もうここだけはないかなと思うんですけどですね。はい、とにかくこの夏、もう秋になりますが、夏はもうあれですよね、なんかピンポイントでなんか雨が降るっていうのが多かったですね。で、線状帯、ね、線状降水帯っていう言葉がね、あれって同じ福岡でもね、ここの地域は雨降ってたのに、ここ全然降ってなかったねっていうのもよくありましたし、で、あの雷はね、結構今年は鳴りましたね。なんか いつもよりなんか雷多くねっていう感じだったような気がしますけどね。もうバキバキ言ってましたからですね。はい、
さて、先週末は縁日ではありましたが、今度のイベントは、今度は石川ですね。はい、石川の方で、あります。9月9、10の2日間両日で行われます。縁芸楽ですね。はい、今度は縁芸楽ですね。はい、楽しそうな感じのイベントでございます。これは花房さんですかね。はい、花房さん主催やったと思うんですけど、違ったかな？はい、だと思いますけどですね。はい。そうそうたるメンツがちょっと集まるみたいですよ。はい。あきらさん、しょうごさん、きときとさんでしたかね。はい、あとトゲヤさんで、バンクシャの吉野さんですね。はい。で、あと、ステーラさんというのもよく聞きますね。ステーラさんとかですね。はい。まだ、いっぱい、多分いらっしゃると思うんですけどですね。はい。すごいイベントだな、とかって思いますね。はい。もう、石川行くっていうのも全然、ね、石川ってあれですか、ワイタロウさんもおるとかな。はい。でしょうね。はい。だと思います。ということは、アガスロさんが出没するということですね。本当そうだね。あっちの方で、結構あれだけど、みんな行きますよね。あれじゃないですか、吉野さんとこが一番遠い、違う、翔吾さんとか遠いですから、香川から行く人が一番遠いのかな。一番遠い人誰なんだろう。吉野さんも結構な、時間があるじゃないですか。6時間ぐらいって言ったんですかね。まあ、翔吾さんと2人で、行くんでしょうね。まあ、本当この2人、パックで行きますよね。東京も行くし。でもいいですよね。もうこれで結構全国的にね、こう、名も知れてきてるでしょうからですね。西川さんのフォロワーさんもね、もう5000超えて1万ぐらい行っても良さそうなんですけど、なかなか行かないっていうのがね、ちょっと、吉野フリークとしてはちょっと、もうちょっと頑張らないかんのかなとかってね、吉野普及委員会ですからですね。何のためにって。いや、とにかくあの人見て元気になるとですよ。で、リアルで見たらもうほんとね、ただのセクハラフェイスやってなるかもしれないですけど。知らんけどって感じですけどね。まあそんな感じでございます。さて、あとはどうでしょうか。トッキーさんが立ち上げられた、氷見源流愛好会でしたかね。結構120人ぐらいあったそうですね。やっぱすごい。どんなことするかわからないけど。トッキーさんも仕事しながらですごいですよね。意欲的でございますよね。ええ感じじゃないかなと思います。で、今からですね、だんだん涼しくなってきますと、これ、亀甲流ですね。亀甲流の、クラブ、秘密結社タートルズということで、ゆうパパさんが副会長、まあ、引き継いだので、まあ、会長みたいなものですかね。随時、会員募集しておりますんで、よかったらお願いします。結構会は多いよね。アガサさんも、やっぱ私は主催ではないんでしょうけど、ね、なんだっけ、気象館クラブとかですね。はい。羽生さんのクラブ、モンタナですね。はい。で、トッキーさんが姫源流。ね。グラキリスってあるのかな？グラキリス愛好会ってなんか見ないですよね。なんか、レッドキャット愛好会もおらんしですね。はい。もう無数に愛好会できますよね。まあ、人ぶくりにしてるところもありますけどね。はい。流絶乱クラブとかな、なんかそのあれやねんかな。はい。じゃあなんかちょっと、知らんけどっていうことで。いっぱいその会に入ったとしてもですね、プロフィール欄にやっぱ載せたいじゃないですか。でも、プロフィール欄って限界がありますので、なかなか難しいですね。その時はポストに書いて、ピン止めしたらいいですね。それがプロフィール欄になると思いますので、結構ピン止めは、ね、うまいこと使えばいいんじゃないかなとかって思うんですけどね。私もちょっと、なんかこう、いろいろ告知をするときはそこでこう、止めてやらないかんとか思いながらすぐ忘れる。忙しくないけどなんか忙しい。なんかね、っていう感じなんですけどね。まあ、ちょこちょこ時間見つけて、なんか、プラバッチをね、作らないかんなとか思ってるんですけど、まあ、腹くそ満金たんすよ。なかなかアイデアが浮かばないからですね。はい。まあ、とりあえず、
世界に一つだけの蜂、ね、笑える蜂っていうのはね、あればいいのかなとかって思っております。はい、じゃあ明日は水曜日ということで、私お休みいただけると思います。はい、まあ雨ですからですね、まあおとなしいしておこうかなと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。